こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。こんばんは、乃木坂46の弓木奈央です。お願いします。お願いします。弓木さんがお話をしたいことが、ある。ちょっと、何ですか？最近、その、ラジオで話していい話かわかんないんですけど。ちょっとギリギリらしい。なんか最近寝床に着くじゃないですか。で、そこまで覚えてるんですよ。で、寝に着くまで覚えてるんですけど、寝てから、朝違う場所にいるんですよ、私。怖っ。そう、でもちゃんとソファーで、毛布かぶってるんですよ。ベッドからソファーに移動してて。ベッドからソファーに移動してて、それ結構距離あって、こう U ターンしないとソファーまで行き着かない、そんな広い部屋住んでんだ。違います。なんか、二歩三歩の U ターンですよ。こんなんですよ。なんですけど。私なんで今、布団に寝てたのになんでソファーにいるんだろう。はい、それ2回あったんですよ。これをラジオ前に、この話ってラジオじゃダメですかねって言われたんです。そう、聞いてみて。怖いね。まあ、ちょっとギリだねっていう。ギリか。でも、なんかその、知らない青タンもできてて。さっき平子さんには。足にね、なんか。見ます？ぶつけた後みたいな。あ、結構だね。はい。結構広範囲で、膝上15センチ青タン。やばいな。あるんです。ちょっと軽く強めのローを蹴られたみたいな。ですよね。でも本当に思い出何にもなくて、その、青タン、この青タンへの思い出が。びっくりしてますよ。じゃね、寝ながら軽く、道場行って軽くスパーリングしてもう一回戻ってソファーで寝てる可能性もあるよね。だとしたら睡眠時間削られまくりですけど。そうだね。だから最近首が痛いのかな。肺も蹴られてんね。なんか肩こりがとんでもないぞって言われて、なんか頭痛いなって思ったんですよ。そしたら、なんか原因は肩こりにはあるって。原因は肩こりにあるって言われた。誰に言われたさっきから。エステの人。原因は肩こりにある。って言われました、本当に。あんま良くないんじゃ、その人の。あんま丁寧な人じゃないね。いや、でも首元とか。原因は肩こりにある。って。優しい口調ですよ、もちろん。なんですけど、なんか、首元とか押さえていただいたりとかして、なんか、機械を元に流していただいたりとかして、まあ、久しぶりにご褒美のエステに行ったんですけど、それで頭痛が来てるんだとか思いながら。肩こりでね。めっちゃ怖くないですか？やばい。それはやばいと思う。これ、原因、だから最近私、酵素飲み始めようかなとか思ってるんですよ。その方がいいと思うよ。乳酸菌とか。体にっていうか乳酸菌。そう。絶対。どう思います？絶対飲んだ方がいい。酵素も乳酸菌も。そういう時あります？俺らはあるね。酵素飲んだ方がいいかなって思う時はよく、二人でも喋ってるわ。いやいやいや、朝起きて違うとこにいるみたいな。あ、そっち？もう酵素で治るんだ。まあ、治ります？酵素不足だからね。寝てる場所が違うっていうのは。朝酵素飲むといいみたいな。でもそれは移動した後じゃん。酵素をさ、塗るやつ、酵素塗ってみればその、酵素？酵素って何でもいいって言うよ。浴びる酵素、飲む酵素。え、液体の酵素ってあるんですか？あるよ。え？そんななんか。ウナみたいなやつ売ってる？ウナ。ナコアみたいなやつ売ってるから。嘘。何でもあるよ、今。酵素、酵素。内出血治ります。治んじゃない？何でも効くんじゃない？本当に？酵素。あと、置く酵素もあるし、見る酵素もあるし。あ、ほん。香る酵素。見る酵素もあるんですか？もちろん。へぇ。知らなかったけど。でもなんか、漢方って、漢方専門屋さんみたいな、いるじゃ、あるじゃないですか。酵素なくて、どの酵素買ったらいいか分かんなくて。漢方酵素ないの？ないんですよ。酵素専門業者になるじゃね、やっぱり。がなくて。探してるんじゃないの？いや、ない。三越とかにない？いや、なくて。ネットで探してみればあると思うよ、俺。いや、結構ネットとかで探したんですけど、いろんな種類の酵素があるんですよ。だから、結局、その酵素を売ってる会社の店舗はもちろんあるんですけど、全体的な酵素界隈。見てるの、酒井、水飲んでるから。なんで？待ってあげてじゃん。ちょっとごめん。なんでですか？今、日本頑張ってるから、ちょっと。気が気じゃない、さっきもなんかソファーに一体化して。本当に大変なことになっちゃって。そんなに何があったんですか？今何対何？国際試合？今01ですね。01は負けてんの？どう？言えない。言えない。どこでやってんのこれ。どこでやってんの？
今はイラクと。あ、イラクさんです、ね、イラクさん。アジアカップはなんかいろいろ起きる。見たいけど、見てみたいけど。何が？いや、アジアカップ。私も。どうにかしないと。いや、アジアカップ。アジアカップを。アジアカップを。あれし。いや、酵素がですよね。酵素もね。うん、確かに。アジア酵素は。だからちょっと今週とか来週の目標は、酵素買うっていうの。いいか、自分に合った酵素を、うんうん。聞いてみる？リスナーとか詳しいんじゃない？いや、絶対知らないよ。知ってるよ。本当に？うん。じゃあ、乳酸菌か酵素かどっちがいいと思います？それも聞こうよ。どっちが強いか。あと、乳酸菌か酵素、もしくは、なんかもう一つ提案がある人は、うん、で、どんな効果があるのかとか、うん、どんな効果が期待できるのか。はいはい。うん。ビフィズス大丈夫？ビフィズス菌は大丈夫？それ期待しない、まあ。ごめんなさい。自分のやつじゃん。ビフィズス菌はね、ごめんなさい。別のやつか。期待できない。うん、そうです、うん。持ってるんで。いや、だからどういうやつが他にあっておすすめがあるのかっていうのは、うん、まだまだあの、こんなものもあります。こんなやり方、うん、飲み物、うんうん。今日なんか平子さんと酒井さんに言おうとしてた話があって、うん、で、それを車でずっと話すシミュレーションをしてたんですけど、うん、全部忘れました。何の話だったんだ。そういうの、物忘れとかも記憶力も酵素だ。うん、酵素か。全部、うん、あ、そうなんだ。そうだよ。じゃあ私、あの、教えてほしいです。どんな酵素がいいか。うん。あ、あと、あの、私の心配事、ワン。ワン、一つ目。あの、昨日、テレビ出させてもらって、うん、自分の、あの、喋ってる様子とかをちょっと拝見したんですけど、うん、なんか、片言で、なんか、うん、思った以上に。初めて見て、あれって、ちゃんと日本語喋ってるつもりなんだけどな、うん。久しぶりに見て、なんか、あ、お正月にはもちろん見たんですけど、うん、それよりも、片言やばいじゃん。で、なんかその片言感も、なんか、滑舌悪い、なんか、感じで。もうそれも、何が不足してるか分かってるよね、うん、もう。酵素。酵素じゃない？本当に。それも酵素って、だってこれだけ今、酵素風呂とかもあるじゃん、だって、うんうん。ありますね、あります。うん、あるんだよ本当に。で、身を浸そう、委ねようっていうぐらいのもんだから、うん、全身への効果が期待できるんだよね。あんのか、うん、滑舌も良くなるっていうもん。滑舌もそうだし、多分なんかその滑舌をあの多分カモフラージュしようとして、うん、一生懸命多分、うん、話してたら、やるよね、本当に必死な人みたいな感じで。わかるわかるけどね、この人なんでこんな必死なの。もがけばもがくほどそうに、なんか見えてきちゃって。酵素会話教室とかもね。酵素会話教室。そう。酵素会話教室とかも視野に入れてもいいかもしれないし。はあ、そんな あるんですか酵素。うん、はあ、すごい。どこ見てんですか。え？どこ見てんの。みんなで。ちこちこ。なんでどこ見てんですか。こっち見て話してくださいよ。びっくりしたよな。もう、あとはユミ一人すなに今日は、酵素と、やだだってって言ってやだやだ。話しましょうよ。ずるい。話してほしいじゃんと。今日何があったんですか。今日お仕事でした。今日お仕事もありましたし。はいはい、今日忙しかったですか。いえ、それちょっと教えないですよ。教えませんね。でもまあいろんな、うん、ヘルス面、健康面については、うん、そう詳しいリスナーから教えてほしいですね。うん、あ、そうですね。うん、あ、ラジオの六角形サッカーボール。夜中カメラで寝ずを撮ってみるといいこと、見るといいこと、いい子もしれませんね。え？寝ずを撮ってみるといい子もしれませんね。あ、いい子もしれませんか、うん、ありがとうございます。え、じゃあ、ちょっとこの人、酵素行った方がいい。塗った方がいいんだよね、ここに、このところに。ちゃんと。蚊になるから。酵素行った方がいい。うん。うん、だって。そっか、知りたい気もするけど、うん、なんかちょっと知るの怖くないですか、自分が何してるかみたいな。いや、でも、気になるぐらいだったらね、うん、それがストレスになっちゃうぐらいだったら、はっきり見て、すっきりした方がいいんじゃない。今までなかったんですよ、一回も。うん、だから急に1月入って、うん、急に2回ありました。疲れてはいるんだ。あ、それこそまあ肩凝ってるだけ。疲れてはない、うん、っていう症状をもとに、うん、もう答え出るから、うん、結果も出るし、うん、どんなものを服用すれば、う
もう、うん、改善に向かえるのかっていうのも、もう、いるからいっぱい、うちは。マネージャーも訳が分かんないメール来すぎて、検閲長すぎんのよ。酵素系メール。ごめんなさい。読んでいいものなのか悪いものなのか。本当に申し訳ないですが。今日終わったっけな。そもそも、酵素ってなんだろうから。ちょっと検索してくれたのかな。ラジオネーム、初版は餅つき。酵素に関してですが、うん、麹を買ってみてはどうでしょうか。麹？うん。身近で手に入りやすくていいと思います。うん、麹ってあの塩麹のやつですか？とかね。まあ、発酵。鮭の。食品なんですかね。少しあるけど、まあそういうのもあるけど。ほう。いいっていうね。私ね、扱えるかな麹。扱う。扱います。あ、増やしていく。こう。あの、発酵ですよね。発酵の一種なんじゃない麹は。うん。味噌とかね、なんか聞くけど。うん、私に、もし私に扱えるのであれば、その麹。うん、だからこれ足りてないよね。どう扱えばいいのか。で、何に聞くのか、うんうん。そうなんですよね。それを聞いてんの、ゆみきさんは、うん。私今手元に何もないですから。うん。うん、だから情報とね、はい、応用。教えてほしいです。うん、ラジオネーム、マーメイドなんて、まあ、面倒、うん。寝る前炭酸水飲んでます。満腹感が出てめっちゃぐっすり寝れます。あと炭酸水、美容にいいらしいです。いや、それ根本すぎません？炭酸水はみんなの、あの、飲みたかい。気使う人はね、飲めばいい。飲みたく飲めばいいし、うん。でも、多分満腹になったら逆に寝れないんじゃないですか？いや、まあ、お腹いっぱいで眠いなっていう。ああ、その、騙す。例えば油もんとかで満たすんじゃなくて、うんうん、炭酸水で、なんかお腹膨らまして、ヘルシーかつ、お眠気をね、誘ってもらえるような効果があるんじゃない？確かに。じゃあでも、ダークレッド。物忘れには、起きた。中年のミノタウロスの汗から作り出した酵素がよく効くそうです。出たよ。危ねえ、なんか本当っぽいやつばっかり来た。なんか、生々しいんだよな、そのなんか。なんかその、いやしかも酵素って本当になんかそういう、なんか抽出してそうじゃないですか。それもこいつが、うん、私こそが、言い始めればね。やだ。やだな。え、どれあったなんか、実践したやつ。ミノタウルス。ミノタウルス。うん、ミノタウルスが今多分手に入らないから、汗が多分出ないと思います。なかなか手に入りづらい、うん、ミノタウルスが、うんうん。多分、今冬頃だし。でも、酵素使ってるって人もいるわ。やっぱラジオネームエメリンゴ、僕は酵素経済成長期に向けて積み立て酵素始めねえねえ、これ絶対マネージャーさんのさ検問大変だったの。新積み立て本当にミノタウルスとかなんか本当にあるんだろうなとか絶対検問してんだろうな。大変だよ本当に。一回ありましたよ、なんかあの化粧品のなんかあの企画の時に、うん、あのなんだっけ、私のメイク企画みたいな時に、うん、あのおじさんの汗から出た 液体を詰め込んだリップクリームとかいうなんかそういう回ですか今日。でも、うん、そういうのもあるじゃん。あると思うよ。ある？天使の涙みたいなこともさ、ある言葉もある。天使の涙はなんかまた違う食品じゃないですか。おじさんの汗と何が違うの？天使の涙と。いや、天使は、なんか、あの、偶像？で、おじさんだってそうじゃん。おじさんは現実味がありすぎます。おじさんの汗を。美しいじゃん。うん、まあ、人によりけりですけど。いや、みんな美しいよ、人。違う、私は美しいとは思いますよ。うん。だけど、その、まあ、もしかしたら、いや、もしかしたら、うん、あの、あんまり、あ、おじさんとか関わらず汗が無理っていう人もいるから、そう。いるかな、うん、聞いたことないけどな。いやいや、結構いますよ、今、最近。メンバーとかで喋んない？汗？おじさんの汗。おじさんの特定すぎる話はあんましませんけど、汗の話はまあね、しますけど。嫌だ。酵素。酵素は好きですよ、うん。おじさんの汗好きって言ったら、どういう満たされてたら、酵素がおじさんの汗に満たされてるとしたら、ね、だって酵素がおじさんの汗に満たされてたら、うん、うーん、まあ満ち満ちていた場合ね、うん、
いやうんでもまあまあまあ別にいいけど、うん、私は買おうとは思わないジェネリックとして、うん、それだったらジェネリックじゃない方がいいかもしれない。おお高値の方で勝つの時言ったね。ラジオネームいもいもさつまのゆむころり、うん、ミノタウロスこの前琵琶湖泳いでましたよ。怖っ、うん、怖っ怖い。でもチャンスかもしれないね。何なんですか。ラジオネーム電化おすすめの酵素はカバの赤い汗を煮詰めた琥珀色の錠剤です。ってマジで飛びますよ。カバの汗？赤い汗。赤い汗出るんだよね、カバ。カバ赤い汗出ませんよ。いやいや、出て、本当に出る。これは、うん、本当に。なんだけど、どういう作用だっけ。なんか、本当に出るんだよ、でも。そうなんだ。うん。あ、まあ、それはなんか良さそうだな。蜂の巣みたいな感じで、なんか。うん。良さそうだけど。ロイヤルゼリーみたいな、ね。うん。カバか。本当に直したいんでしょ。その気がなんか全然乗ってない。いやいやありますけど、一問着言っていいですか。一問着。さっきから私たちって会話って成り立ってます三人って。なんで俺らは一生懸命。なんかずっとなんか、お互いに違う方向にキャッチボールしてるみたいなとこありますけど。毎週諦めながら一生懸命ついていくっていうか、その、成立させるっていうか。あ、そうですか。うん。ラジオネーム、ビオロン。うん。セロトニン不足かもしれません。睡眠パターンの乱れで頭痛。うん。毎朝なるべく決まった時間に光を浴びるとセロトニンが分泌されやすくなるそうです、うんうん、ちなみに酵素は多分無意味ですよって。そうなん？ビオロン何言ってんの。でもこの人の話結構一理あってないよ。なんかセロトニンって聞いたことないですか。いやでもこいつ自体が酵素でできてるっていうことをこいつ知らないんだよ。なんでビオだから。ビオってなんかビオフェルミン、うん、あえ酵素の塊で。あ、酵素の競合ってことですか。そうだよ。だからうん。なんだ、じゃあ、聞かなくていい。まあ、朝日をね。まあ、朝日決まった時間に浴びるっていうのは。あ、それこそ、私、ね、ワンちゃんお家に来ました。あ、そうか、さ、犬来た。なんか先週、はい、名前をね、どうしようかな、なんて言ってましたよ。うん、今日参りまして。え、あ、そっかそっか。はい、さっき言ってたね。来まして、うん、無事、私も多分朝、セロトニン浴びることができると思うし。うんうん、あ、名前知りたいですか。はい、名前は。もうセロトじゃん。ドゥ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 。あれ待って、先週の候補が、まず、はい、ご自身で考えたのが、毛布。琥珀、うん、雲海。雲海だ。雲海が、候補でした。リスナーから来たメールでね、はい、候補になりましたけど。で、後々ありました。私、ミーグリっていうのがありまして、うん、オンラインで。その時に、ミーグリに来てくれた人が、犬の名前について一言言っていいかな、みたいな、うん。で、なんか、ラジオで、雲海って言ったんだけど、うん、僕のすごく因縁な人が雲海っていう名前だから、どんな人なんか、なんかそれだけはやめてほしい、みたいな、言われちゃったんですよ。で、悩んだんです、すっごい。うんうん、でも、お母さんも、弟も、うん、メンバーも、うん、みんな私の犬のこと、雲海ってもう呼んでて。ほう。え？だから、はい、その方には申し訳ない、うーくんとかうーちゃんとか呼んでいただきたいんですけど、うんうんうん、名前、雲海に決まりました。おぉすげえあれ、雲海もリスナーメールだよね。そうです。マジで決まりました、雲海に。雲海くん。はい。いいね。それ例えばさ、ほら、病院とか行ってる時、ちゃんと犬の名前も書くじゃんか。書きます。漢字の雲海。漢字の雲海です。海に。ああ、はい、雲に海の。雲の海の。ああ。めちゃくちゃいい。雲海になりました。うーくんって呼ぶの？うーくんって呼んでもいいですし、うん、本当に雲海に対して、ちょっとなんか苦手意識がある人は、うんうん、うーくんとか、うーちゃんとかでも全然大丈夫なんで。一緒で。はい。それじゃ、雲海ってやつと何を揉めてんの？なんか、誰雲海雲海と因縁があるらしくて、結構なんか、ガチの雲海と因縁がある。ガチの雲海と、なんか、因縁があるって言ってて。雲の上から、山の上から見らの雲。違う、多分、ちゃんと人間界に潜んでる雲海と、なんか、あんだ因縁があるらしくて。神々じゃん、もう。いや、ガチな人な多分自分よりも位が上だって言ってたんで。神々じゃん、もう。はい、続いては、乃木坂46で、モノポリー。
本日のゲストザ・ビスキャッツから美咲さんでございます。おブルノマズ来たって。あー見ましたね。みんなインスタとか上げてた。なんかあのしかも AKB48 さんのヘビーローテーションを歌われて。あなんか AKB の子はみんな、うん、なんか SNS で言ってた、ね、嬉しい嬉しい。すごいですよね。いいなこれ。生きてんの、うん、どんぐらいすごいことなのか他の人でも例えられる。なんなんだろう。もう他の人かでもアーティストさんになっちゃうか。誰。西川さん、うん、TM さん違います。西田敏行さんが乃木坂のポビパッパパを歌うぐらい、うん、結構すごいな。結構すごいことです。西田敏行さんって歌上手なの、うん、そうだね。歌も出してるし最近ドラマ見てめっちゃ上手で。あでも西田敏行さんってそういえば歌も出せたなって今知りました。うーん今教えてもらった西田敏行さんが、うん、乃木坂のポビバッパパを歌うぐらいすごいことです。ブルノマズが来ることが。いやヘビーローテーションさんを歌うことが。もしもピアノが弾けたらなの感想でポビバッパパをちょっと取り入れて、うんうん、はいはいはいみたいなぐらいだ、はい。すごいことだ。西田敏行さんお会いしてみたいですよね。 あんまり会ったってねあんまり聞かないもんね。ご飯食べたとか。え聞かないですよ。聞かないね。でもとってもとっても幸せな暮らしなんだろうなって見てて思うし、うんあうん、でもなんかどういう生活をしてるのかとかも気になるし。あ、まあ私生ね、昔のスターっていうのはね、うん、あんまり私生活が見えない。そうですよね、うん。SNS なかったからね。あったらもうちょっとね、うん、今だって、まあ、TikTok も、まあ、やっていらっしゃる方もいますけど、うんうんうん、それでもねあんまりねクローゼットの前で踊ったりしないもんね。遠藤憲一さんが、うん、あのどうぞっていう写真が今流行ってるじゃないですか。どうぞ、はい、遠藤憲一さんがあの手元の例えばおせち料理とかを持って、うんうんうん、遠藤憲一さんがどうぞってやってる写真を本当にあの、うん、X っていっぱい上げてるんですけど、それ流行ってる。遠藤憲一さんが自分で上げてる。多分ねお付きの方とかですかね。マネージャーさんとか流行ってるの。流行るってどういうこと。なんかその上に勝手になんか写真を重ねて。いや違う、もうその写真が可愛いっていうので話題で。あ私たちの中ですけど。じゃあ幸運をね待ち受けにしたら幸運を呼ぶみたいな、うん、それはないですけど、うん、なんか背景の、はい、そのなんか食器棚とかもたまに見えたりするんですよ。そういうのも結構あいろんなシチュエーションで撮るんだね。はい、はい、一ファンとしては。あそう好きなんだ。遠藤憲一さん私めっちゃ好きです。石田敏行さんも好きだし。はい前からずっと渋い人遠藤憲一さんはあの会いたいっていうのはずっと言ってて、うん、いつかその、まあ、お仕事でご一緒できたらなって思ってますよ。囲碁将棋のね、うん、弟の日吉仲良しがモノマネしてるね。あいそうなんですか。知らない見たことない。ないです。遠藤憲一さんのそっくりさん。遠藤憲一さんしか興味なかったから。そんな好きなんだ。そっくりさんはあんまり興味なくて。ごめんなさい。DJ コースさんとどっちに付き。ああ2人同時に告られたらどうするの。でも DJ コースさんと遠藤憲一さんってどっち似てる波紋でもあの派閥、うん、は似てて、うん、あ同じグループグループは一緒なんだ。一緒なんですよ。なんかあの天然ですごいなんか可愛らしくでも見た目はちょっといかつめ。2人がピューマに襲われそうになってたらどっちを助ける。ピューマ、うん、ピューマ、まあまあ、じゃあトラ虎でいいや。虎、はい、に襲われそうなセルどっちを助ける。うわ助けてよミキちゃんってどっちも言ってる。DJ コウさんの腰についてるストラップに円形さんを引っ掛けるっていうのはどうですか。えだって2匹の虎は狙ってるんだよ。ユミキさん持ってる棒は1本だけ。そうだからどっちかを叩く。まずあのまず聞いてくださいって言ってでコウさんのコウさんコウさんに今お持ちのストラップに円形さんを引っ掛けてくださいって言って、うん、で私が今棒でコウさんを引っ張るので、うん、2人であの来てくださいって。その間にどっちも噛まれるよ。どういう状況なの。柵の上にそうですよね。難しい。2択か。柵
けてドゥダンス。待ってどうしよう。超困る。平等に行くか。じゃあ平等に。どっちも助けないかも。そうだね、うん、それが平等だよね、うん、申し訳ないですけど。申し訳ないですけど、うん、どっちも好きだから、うん、無理か、決めらんない。さすがに走って、うん、私が、うん、振り向かずにも走っても、もうもうもうキャーって後ろで聞こえて耳栓しちゃう。絶対無理です。しょうがないよね、はい、選べはしません、うん、じゃあでもサンダのメシリフライのチキン、ブルーノマーズのヘビーローテーションですが、宇多田ヒカルが全力でマツケンサンバを踊るぐらいすごいです。いやでも宇多田ヒカルさんは結構カバーもされてますけど、まあね、その海外の人がっていうのもね、うん、海外の人か、だからバスケット外国人がね、ゲッツとか、うんうん、ゲッツホームランの後にゲッツやったりとか、あそういうことなのかね。確かにラミちゃん、あれあれラミズだけではね、ラミちゃんが、うん、とかなのかね。知ってる、ブルーノマーズの歌。ああ、はい、さすがに知ってる。ああ、マジで、はい、ウェリンセンタラガポンさんってやつですよ。それ今のタイタイのミュージシャン。もうちょい歌ったら分かんなかった今マジで、ね、多分、ね、こっからサビなんですけど、サビが、うん、ウェリンセンタラガポンカン、レリンセンサラバポンカン、タイのボックス、レリンセンサラバポンカン、ドゥン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 、お世間ハッピーってやつですよね。それあれやばいな、ブルーノマーズじゃないって。ごめんなさい、わかるんすか今ので。あ、ハッピーのやつね。はい、違う。ああ、パレル・ウィリアムスのハッピー、ハッピー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 のやつでしょ。あ、わかんないんだ。じゃあ全然違うわ。最近すぎますと違いますよね。あのマンデー、チューセー、ウェンズデーみたいなやつ違いますよね。もちろん違いますね。違いますね、すいません。何それ。いやいやいや、違ったんで。サンデー、マンデー、チューセー。いや、それはもう元祖です。あの、違うんですよ。サンデー、マンデー、知りません最近。あのツイッターであるなんかコーディネートのみたいなやつ。違う、なんかあのあれだから TikTok か、あのダンス、うーん、わかんない。それは違う、知らない。じゃあプール、え、触りだけはちょっと。いやいや、なんか大体でもテレビとかいろんなところで流れてる。ブルーノマスだ。わあ、なんだっけな、え、なんだっけな、ごめんなさい、本当に題名、題名なんかあります？タイトル、タイトルってむずいですね、ブルーノマーズ。確かに、もう知らず知らずに耳にしてるみたいなね。え、わかんない。え、どっち系ですか？ん？どっち系、バラードですか？どっち系、まあまあいろんなの曲があるんじゃない？ハレルヤとかってタイトル、ハレルヤかな、あの歌ね。ハレルヤみたいな歌もある。ハレルヤ、うん、え、結構日本寄りですか？日本寄り歌える。無理。いや、これブルーノマーズだなって日本にいるんですよね。いや、日本にいるんですよね。今怖いですよ。聞かれちゃう、聞かれちゃう。ね、いやいやいや、もし聞いてたら怖いじゃない、ね、どっかの誰かが、おいおい誰か言ってんぞみたいな。お前何いじってんのって。 Just the way you are。 Just the way you are、 ま、これ有名ですか？いや、全部有名でしょ、もう。全部有名だわ、やっぱ。え、やばいやばいやばい。ブルーノは。え、知ってんだけどな。ブルーノ知ってんだけどな。ブルーノ。Just the way you are。チャン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 。なんだろう。チャン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 。ねえ、怖い。怖いよ。私が、うん、せーの。いや、待って、私が歌ったら本当にダメだから。だって、ブルーノマーズさんが聞いてたらどうするんですか？聞いてねえから大丈夫だよ、ブルーノマーズは。本当に？ FM 富士。ツン、ツン、ツン。あとは、エヴェイは。ツン、ツン。What do you way you are? うんざらばらしくない。はい。タイのやつ出てきたな、さっき。メリーオーマイハー、オーベリーナイスデイ、
お前ハーニー。ストレートだな。怖い。意外とでもライブバージョンそんな感じでね。待って本当にどうしよう。いいよもう分かんないんだよ。だから一回誰か教えてほしいかもしれない。今かけてくれるってそのうちで。ブルーノマーズってガチ勢いいのかな。間違えたら許さねえやとか、あんまそういう感じじゃないよね。いやあるんですよ私ね、昨日も、うん、あの発言しちゃって、うん、あの生田絵梨花さん の、うん、あのオーディションで、うん、ウィッシュさんあるじゃないですか。あの告知をね私がしなきゃいけなかったんですけど、うん、私のもう本当テンパっちゃって、あテンパったって焦っちゃって、うん、あのわざわざオーディションを受けてくださったっていう言葉のチョイスをしちゃったんですよ、うん、でも生田さんはずっとディズニーのキャラクターをするのがもう芸能界とかの夢でっていうのを知ってたのに、うんうんうん、私がそう言葉を間違えてしまったから視聴者の方にちょっと間違えてね、ここで訂正した方がいいね、出演した方がいいと思って、うん、もうずっと気にしてたんですよそれを、うん、でも生田さんのファンの方とか申し訳ないなって思ってたんです、うん、どうしましょう。わざわざだよでも、うん、わざわざオーディションをしてくれたんだよ。そうなんですよ。私それの気持ちを込めて、うん、あの私もその生田さんを 見させていただくことが本当嬉しかったから、うん、私のためにもって。私のためにもじゃないな、それ違うな、うん、私一ファンのからしても、あオーディションを受けてくれてありがとうございますっていう気持ちを込めて、うん、あなたがそのずっとディズニーが好きで、はい、うん、いつかディズニーの、ね、うん、声を歌をやりたいって思い続けてくれたおかげで、私たちもそのディズニー作品を通してあなたの歌を声を聞くことが できました、はい、できてます、はい、その意味合いでこっちサイドの目線としてわざわざっていうのは、まあそれほど大きくね間違いないというか、その言葉一つとってもしも何かしらまあ文句にね近いような言い回しをしてくる人間がいるのであれば、それは無視に値する人間なので大丈夫です。本当ですか。本当ありがとうございます。ちょっとこの場で2人の力を変えて訂正させていただきました。ありがとうございました。あ、知ってる知ってるじゃん、ほら分野据えようだ、ほら知ってる、これよ、こんなんめっちゃハッピーな曲だし、かっこいい、うわ大好きな曲だ。曲紹介、うん、え、なんだっけ。続いては間違えた、マジヤバいよ。ブルーノマーズさんで When you say you say なんだっけ。何曲紹介してんの。何ですか。いやいや、ごめんなさい、本当にごめんなさい。最初なんて教えていただいたかが分かんなくて、で、サビのやつかなって思っちゃって。ラジオネーム魔法の言葉ウンバブ、 When I see your face、 やっぱ名曲だな。ごめんなさい、なんだっけな、なんて言ってくださいましたっけ。ラジオネームゆめたん、Just the way you are。 すいません、Just the way you are。 発音よく言ったら、そんなね、そうです、なんつだっけ、分野せやすい、うん、でも、Just the way you are。 そうです、ラジオネーム、ツイキャスで見てたら曲聴けないから、さっきの曲紹介が何だったのか確認しにラジオ開いたけど、確かに When you are say as say に聞こえなくもいない。ごめんなさい。なさいなさい。そうなんです。私そう聞こえちゃってて。申し訳ない。ラジオネーム三平。お、酵素のくだり終わったのか。早いの。いや、終わりなの。ここに控えてないから。嫌だもん、これだって。反応にいつも困るんだもん。何があんの？いいメールあったよ、ラジオネームマシンガンパイン。俺は ETC カードで高速道路乗ってますねえ。困るってこれ言われたところ、なんか、ああそうですかとしか言うないもんだって。なんだ、え、はい、組んだよ。あとはあれだよ、雲海君、雲海、はいはい、ラジオネームカンパチ太郎、雲海にコーヒーの豆飲ませてジャコウネコみたいにフン打ってみたらどうですか。あ、なんか雲海口の匂いがコーヒーみたいな匂いするんですね。それはいい意味での、はい、いい匂いがする、うん、なんか香りが豊かというか、なんか結構いい匂いがするんですよ、だから、あ、いいなと思って、なんでなんだろう。コーヒー犬だじゃん、うん、子犬だからですかね。そうだね、まだ
めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いです。やっぱまだお家ないので今ちょっとはしゃいでますけど、うん、いろんなとこに行って、うん、そのだから、おしっこトレーニングとか、はい、トイレのトレーニングとかをこれから。そうです、ゲージの中で何日間おトイレトレーニングして、うん、おトイレトレーニングできたりお家になれたら、うん、ちゃんと外で、うん、遊ばしてあげたりとか、うん、クソはこぼれそうだよっていうのちゃんとちゃんとした、うん、今日もちゃんとした。ワンチャンス OK で、うん、よしよしって言ってちゃんと褒めて褒めてきました。何食べたの今？今ふやかしフードです。うん、ふやかしフード、あ、今ふやかし離乳食みたいなもの。そうですそうです、うちゃんとふやかしてあげないと。あ、ちょっとお湯とかで柔らかくして。でも本当に、ま、私ひろこさんたちって、ひろこさんとおさかいさんって、うん、ワンちゃんとか飼ってました？実家では飼ってたけど。あ、じゃあいろいろ教えてほしいです。ああ、後輩として。ああ、何でも聞いて。ありがとうございます。うん、今は言いません。待っててもらって申し訳ないですが。ああ、またね、はい。ラジオネームストレイレイク、ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アーですが、2022年10月28日の放送でユミキさん歌ってます。誰か他のアーティストの話題になった際、この人の曲知ってる？と聞かれたユミキさんが歌い、それブルーノマーズだよと突っ込まれるみたいな流れです。そう、やば、やば。なんでブルーハーツかなんかの間違えてるかな。いや、でも私この曲知ってるって思って。マルあー、まあマルーン5と間違えて、はいはい、ブルーノマーズ。マルーン5は5人組？マルーン5さん、5人組です。マルーン5は有名な曲ね。うわ、これなんか前もなんか やった気がするんだよな。で、それ知ってた気もするんですよ。超名曲あるもんね。え、どっち系ですか？え、題名。お前、待って、次かけた時やめろよ、曲紹介適当に。いやいやいや、適当じゃないんです、本当に。一か八かでやらせていただきます。一か八かでやるんだ。いやいや、ごめんなさい。いや、マルーン5さんって結構ね、空気含み系ですよね、なんかね。空気含み系、歌の雰囲気が、はい、なんか、うん、バンハッシュガー。あ、わかった。シュガーは、はいはい、シュガーはもう、うん、もうシュガーというと、シュガーですよね。ライシーみたいなですよね。シュガーって言うんだ。すごい。はい、はい、これはもうわかります、ごめんなさい。わかった。あ、ちょっとね、ちょっとチーだ。そうですそうです、3年。あ、ウェルチダンスインサンドトンフィン、そうだ。ファンツマンツンファンツローレイ It runs the sea ジュチュレンレン That's the same same sea ジュレンレン That's the same same way。 なんでそんな実家のお父さんの声歌ったみたいな。こういう歌だよ。ほんとに？嘘、私それ知らないですわ。なんかさ、階段登って落ちる、下がるみたいな感想あるじゃん。でってでれれれってってでってれれれれれれってれれって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 、この階段3段上がって2段下がるみたいな繰り返す感想みたいなあるじゃん。頑張るチョバさんみたいな。そうそう、頑張るチョバさんみたいなこと。え、わかんないな、私知らないですわ。ちょっとごっちゃになる時あるよね、マルーン5とかさ。そうですね、最近だった私クリーピーナッツさんばっかりですもん。あ、そうなんだ。あの方早口じゃないですか、うん、自分にやっぱないものねだりだから、うん、欲しいんだ、うん、あの感じが。だってあんなに早口で、うん、最近知ってますか、アニメの主題歌にもなった、あ、リンバンバンっていう曲知ってますか、うん、大好きで、もうちょっとゆっくり歌ってほしいなっていう時もある。あ、はい、でもちゃんと聞きたい時はそうですけど、口言葉できるの普通に？多分できないです。やってみて。え、どっち系？何でか。何でもいいよ。あ、カエルピョコピョコですか？何でもいいよ。カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコ。ちょっと待ってください。オリジナルいける？オリジナル早口。え、オリジナル？待って。オリジナル。オリジナル早口言葉。無許可で柿食う客。
あれあるな、これありますよね。ちょっと近いからさ、ね、もうちょっと遠いところでないの、うん、遠いとこか。やだね、そでもまあ出してる段階でもうね、うん、なんだろうな、うん、ラジオらしいけど、ラジオちょっと待ってください。ラジオ見つからなかった。ラジオらしいけど、ラジオラジオ何言おうとしたの。いけるね、全然早口言葉。え、平子さん何ですか。すごいよ、そんなの。平子さん何ですか。人気そうだよ、そんな。お前絶対平子さん何今俺らが取り繕って何言ったって薄いからね。平子さん何か言いづらい。物本の後には芸人ってできないのよ。もう死んでると思って、芸人は無理です。俺ら二人とも。でも私、あの唯一そのカエルピョコピョコだけは言えるっていうのはありました。カエルピョコピョコのオリジナルもある。オリジナル？カエルが出てくるオリジナル早口言葉。カエル感。いける？はい。カエルから得るものなんて何もないと思いきや、 L 曲 M 曲なんてそういう感じのものがある。いい言葉だね、でもね。うん、ああでも単語与えればできるってすげえな。うん、無理。いやすごいわ。すごかった。今でもなんか早口言葉でも成立してたし、あ、なんか確かにそうだな、言われてみればそうだよなって思った。よかったです。ひろくさんはどうですか。ダメだよ、本物の後はできない。なんでよ、俺らみたいなさ養殖物はダメなんだよ。冷蔵庫無理。冷蔵庫いける、うん、冷蔵庫早口言葉だよ、意味なくてもいいけどね。冷蔵庫か、いける、うん、いけますか。冷蔵庫買いたいんですか、どこにありますか。冷蔵庫どこですか。冷蔵庫どこですか。ちょっと地球欲しいね、冷蔵庫。確かに必死すぎましたよね。そんなことある。ごめんなさい。そうですよね。家電量販店の人もびっくりマンですよね、今。ごめんなさい。いいですかってなるよね。ちょっと涙出てきた。絶対禁止になるじゃないですよね。歌と早口。絶対もう私次からもう禁止用語増えますって。泣いてんじゃん。自分でもなんか思いました。もし自分が言われたら嫌だなって。で自分の後にはやれないのも分かってるでしょ。いや、それは思わないですけど、自分がもしこの早口言葉言われたら嫌だなとは思います。ラジオネームジャケパンダ、うん、ブルーノマーズのメリーユーはとてもいい曲なのですが、元カノの結婚式で流れててトラウマになってます。へ、今結婚ソング下手したら、だって今もう一等賞じゃない。だって元カノの結婚式行ったってことは、うん、新郎から見ると新婦さんの自分の奥さんの元から来てたんだ。 そうか、そっちの方がトラウマになるわ。そうですよね、そっち側からしたらね。ねえ、やだな。何が、私がもし結婚したとして、うん、相手側の元カノが来てたらやかもです。やだよね、うん、なんで呼んだのって。来るその少年もやだし、うん、呼ぶ少年もやだ。やです。でこっちに言ってもやだし、うん、内緒でもやだし。やだし、そう、招待状を書くときになぜ省かなかったのかって、ね、言うのも気になる。多分そのグループで付き合って、グループで仲いい友達の中の一人だから、うん、ここ呼ぶ、この人たち呼ぶけどここ呼ばないっていうのがバランス変っていう場合ってどうするんだろうね。うん、それ心境的にその、あの、俺はこんなにいい人と結婚しましたよっていう心境ならまあ許さんでもないですけど。ああなるほどね、うん、それをあ振られた、俺はこの彼女に昔振られたけど、振られたから見ろ、俺はこんないい女と結婚することができたんだ、うん、自慢してやるって言って。なんか嫌ですね、なんかどの道やる、どの道やるでしょ、うん、なんかねちっこすぎますよね、うん、それだと結婚してまでね、うん、じゃあもういいじゃんっていう、物として扱われてんのかなみたいな、ちょっと思いません？なんか自分の持ち物みたいな、横に立たせて自慢できるかどうかっていう判断材料、自分のプライドを守るためにみたいな。すげえ高めたな自分を。ね、ちょっと思いません？私横立ってたら自慢になるよね。違う違う、それじゃないですよ、もちろんもちろんもちろん。
なんか違いますけど。いや、まあまあね。うん、結構ね。20年サーモン、結構ね、じゃないよ。ごめんなさい。サーモンフレーク。はい。俺、元カノと今でも仲良くしてるから、結婚したら呼ぶかも。え？まあ、そういう人もいるのかな。価値観の違いですかね。まあまあ、でもまあね。うん、結婚か。奥さん側がね。最近だっておめでたい、いや、おめでたいニュースばっかりあるじゃないですか。そのたびになんか友達が、私の友達がいるんですけど、私の友達はすっごいそのことを報告してくれるんですよ。まあ誰々結婚したって、誰々結婚したってって言って、なんか、また置いてかれたよ、また置いてかれたよって言ってくるんですけど、なんか、そう聞くと私はなんか、あ、そっか、もうなんか私たちって置いてかれたみたいな感覚なのみたいな。そうだろう。それはまあ ね、22とか早いうちに結婚しようって思ってた人はね、焦ら、うんうん、せる人もいるだろうけど、別に結婚なんて、うん、気づいたらしたぐらいがちょうどいいからね。運命の相手がいたら、そうそうそう、時期によりますしね。しようしようって、うん、そっちにエンジンかかっちゃうと、うん、結婚のための条件とか、うん、ここクリアしてないとか、そういうのも引っかかってきちゃうから。う、なんてたって私だってアイドルですから、うん、出た、 なんてったってアイドル、ジャガじゃん、出たアイドルですから、だからなんてったって、いやいや、もう出ないよ、お前が言ったんだよまさにそれ言ったら、はい、ぶった切られたな。そうなんです。ラジオネーム王まぶし、うん、元カノと関係者は絶対に呼んじゃダメよ。関係者45歳の人。え、関係者って何？関係者誰も来ないじゃん。じゃあ絶対に呼んじゃダメよって来て、身内婚ってことですかね。うん、私も結構お姉ちゃんのその結婚式が本当に良かったから、たくさんの方になんかねお祝いされるの羨ましいですけどね。俺らも行くの？私のですか？いや、わかりませんよ、私。あ、そっか。ね、だって今でもまあ、ごめんなさい、結婚してるようなもんなんで。はい、続いてまいりました。は？アシッタバンさんで、ごめんなさい、続いてはナンバーアイさんで、ゴート。さあ、生放送でお送りしております沈黙の金曜日。この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲストは1月24日にニューシングルあなたへをリリースするザ・ビスキャッツからミサキさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、ザ・ビスキャッツのボーカルのミサキです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ミサキさん2回目です。はい、お久しぶりです。7月ね、お久しぶりでございます、うん、はい、ホラー映画とか、はい、ね、そうだ、ドーナツ巡りハマってるとか、うんうん、そうですね、うん、はい、なんかもうそっからドーナツ屋さんもまたちょっと増えたところね、うん、あ、そうですね、なんか結構原宿とか恵比寿とか増えてますね。最近いいとこある？最近はドーナツよりもレーズンバターサンドにハマってて。そうなんですよ、ちょっとブームが結構変わるんですけど、はい、レーズンバターサンド、あの六花亭だったりとか、 ああいうことですよね。はい、六花亭。逆に六花亭以外にもあるんですね。結構いろんなお店に置いてて、俺あんま食べたことない、他の。私もないな。ドトールとか。あ、あるある、はい、あるあるあるわ、はい、あとはカルディとか成城石井さんとか。カルディはうまそうだな。どこがうまい、おすすめ。D&デルカの、あ、がめっちゃ美味しいです。何それ。あ、D&デルカってあのカフェの、はい、あのパンとか売ってるとこだ。あ、そうです。いつも読めないとこ、いつもこれ 今聞いてまたあのダーンなんとかって、はい、D&デルカ、はい、それのうまいの。美味しいです。あ、うまそう。そうそう、なんかしっとりでラムも効いてて結構美味しいです。あ、じゃああったかいお紅茶で口の中で溶かしながら、はい、そうですね、あったかいお紅茶でねあ、うまいよね、はい、なんかいいとこつくね、うん、ね、レーズンバターサンドって誰もまだ触ってなくない？え、しっかり。本当ですか？うん、お、じゃあちょっとみんな知ってるのに、うん、めぐってないよね。めっちゃいい、はい、うまいし、うん、すごいね、面白いね。で、現在ツアー中ですもんね。そうなんですよ。あさって札幌、はい、後半戦、後半戦スタートって感じですね。そうなんですよ。10月からやってるんですけど、10月からやって、はい、でもあさってから後半戦で残り4、5公演ぐらい、 4、5公演あります。北海道、大阪、愛知、東京、はい、ね、です。
嬉しいですね、ファンの方からそうだね、いろんなところで、ま、全国各地だもんね、見られるから、ね、北は北海道、本当南沖縄、全国各地お忙しい中ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そして FM 富士レギュラープログラムやってますロカッテルナイト3、はい、毎週土曜日22時30分から放送中、はい、ロックかけてますね、ロカナイ、はい、ロカナイ、ロカナイ3、ロカビリー、うん、はいやってますね。トゥナイト2から来てんのかな。あ、なんかずっといろんなラジオやってて、ロカナイ1とか2とか、うん、あ、1、2、3で来てんだ。あ、じゃあトゥナイト2関係ない、ね、はい、トゥナイト2を知らないです。知らないです。知らないって通って何ですか。これやっぱ知らないですもんね。そうだそうだ。あ、これ知らないです。あ、ごめんなさい。めっちゃ知らない。知らないですよ。おじさんしか知らない。え、トゥナイト2？ あ、なんて思います？なんですかね。夜。X テレビと並びでね。トゥナイト2あったんですよ。大丈夫です。アンケートいきましょう。はい、いろいろ書いていただいておりますのでね、何点かピックアップしていきます。ちょっと気になるのがありまして、最近恥ずかしかったこと何かございますか。これが無茶ぶりのモノマネ、はい、誰に何を無茶ぶりされたんですか。なんか最近やたらモノマネを振られることが多くて、この FM 夫人の番組のロカナイでもそうなんですけど、うん、メンバーからそうですね、ディレクターさんからとか、あとは違うあの番組さんのゲストで出た時とかも急に振られたり、うん、はい、なんか何かとモノマネづいてて、でもモノマネが上手ってことじゃないですか。上手なんですかね。無茶ぶりされるってことはね、自分のレパートリーにないものもあるんでしょうけども、はい、もうすでにご自身で持ってるレパートリーはあるんですか。はい、レパートリー一切ないのに振られるって、無茶ぶりだね、許せないね、はい、そうなんですよ、はい、ジャンルは何ですか。いろいろ、本当いろいろで、この前はあの坊ちゃんを振られて急にやりました。あ、はいはいはい、まあ、はい、今日はそんなこと絶対しません。あ、なんで、はい、やってくれるなのに。やってくれるんですか。失礼だってことじゃないの。全然やる、なんか何でも言ってもらえればやることはやります。チャレンジャーなんかするって。チャレンジはしてくれるって、うん、はい、たとえ何でも大丈夫です。何でも言って、何でもいいんだよ。何でも怖い知ってるやつだったら大丈夫です。知ってるやつか、はい、え、なんだろう、私全然思い浮かばないよ。F1 カーとかできます。あ、やってみます、うん、もうあの F1 のレースでもう何台もこう横切る、わ、はい、かりました。ウィーウィーウィーン。ちょっと待ってください。すげえ、すごい可愛い感じ。いい感じ、結構良かったですよね。いやいや、全然違う。ウィーン、やってください。いやいやいや、ほら無茶ぶり返しじゃん、ほんなのぜひ。ウィーン、ウィーン、ウィーンって、はい、怖い、正面衝突スクラッシュなんかある。え、まあ、アニメでも何でも、ね、え、難しいかな、うん、遠藤健一さんでも難しいですよね。ですよね。遠健さん、うん、そうだな、俺がこの事件を担当した時はどうも、ご本人じゃないですか。ね、どうなんすんだろう。ドラマに出てて。ご本人ですね。刑事役の時。ちょっと確かに、あの、遠健さんで脳内再生してみましたけど。はい、まんまだったね。いやいや、ポッピーすぎません？遠健さん。え？そんなことないよ。そうです。びっくりした。まさかそういうところが来ると思わなかったんで、びっくりしました。すげえな。でもやるのすごいわ。本当に。はい。一応何度もやります。断る分ぐらい。はい、すげえわ。怖い、これ大丈夫かな。大丈夫です、全然大丈夫、はい、すいません。静香ちゃん、のび太さん、ちょっとでも近づいてきた、ね、でもなんか静香ちゃんにしてはちょっとなんか追い抜けすぎて、 F1 から一番遠かった。で、徐々にこう近づいてきて、まあ確かに次行ったらもうバチコンで、ね、ユミキさん、いや、ユミキちゃんいいよ。え、私なんだろう恐ろしい。次多分この番組恐ろしいだろう。あ、動物とか。あ、いいね。鶏、かけこっかー。おお、アニメ調の。もうやだ。日本の鶏ですよね。かけこっこ。確かに全然笑ってないんですよね。バレた。めっちゃ真顔でこっち見て。なんで。こいつやばいなみたいな。こいつやばいながある。ずっと見てきて。こいつやばいながある。でも後半は上手だった。あ、本当ですか。いや、俺の相方ね。はい。満金の鶏のモノマネで笑わないっすよ。ああ。まだまだ。しなさいよ。そっか。なるほど。え、こ
これ何、誰に振られるの？ディレクターさんに振られるの？ディレクターさんだったり、よくないディレクターさん、そうですね、あとその番組の MC の方に振られたり、はい、何も自分が特技とか言ってないの？言ってないです、一切。できないとか言わないもんね。言わないですね、基本やるのが特許がするね。やっぱりごめんなさい、いや、できないできないとか言わずにさらっとやられちゃうとやっぱ引きますね、はい、やられた方って、ね、なんか結構ドン引きした目で見てますよ。中渕剛、俺は何だよ、やるんだよね。やるんだよね。F1 じゃん。F1 カーじゃん。ですよね、今。あんあんあん。最初の F1 カーより F1 カーだったよ。そうです。あ、曲やればよかったですよね。あれ、プライベートの長渕さんとか。なんか、あの、喋って、そうですね。インタビューをちょっと想像しちゃった。乾杯とかですね。ワンワンって言わないでしょ。ですよね、なんかね。乾杯って言わねえよ。いや、なんかね、曲は乾杯、そうですね。それね、惜しかったですよね。ちょっと惜しかった。そうですか、はい、じゃあね、続いていきますよ。現在ハマってるもの何かございますか。まあ一つ目、はい、あのレーズンバターさんだ、先ほど出てきましたけど、はいはい、もう一つがね、韓国ドラマ。あ、はい、どの辺見るんですか。最近見たのは、はい、あのイードゥナっていうやつで、最近のやつ。そうです、あのアイドル、元アイドルの子がこう恋愛をするやつで、なんか映像とかがすごく綺麗で、俺アイドルのやつは見たな、あれも見ました、あのアイドルの、はい、なんだっけ、アイドルっていうタイトルじゃなかったっけ、韓国ドラマのセレブリティ、セレブリティ、セレブリティ、見ました、見たね、うん、なんで当たったんだろう。確かにすごいね、すごい、結構ヒント少なかったね、うん、あとのあのいじめのやつだね、いじめられる復讐、あ、グローリー、なんで当てられるんですか。すごい、やっぱ見てるんだ、ね、はい、見てますね。あと最近だと私の夫と結婚してっていうやつがめちゃくちゃ面白い、ね、あの漫画をドラマにしたやつなんですけど、結構ドロドロと見せかけて結構コミカルな感じで面白いです。へえ、そしてね、もう一つ、うん、行ったお店カレンダー、あ、これ食べログのカレンダー機能で行ったお店のレポートをつけられる、はい、あ、そうですね、結構お店がだ、そういういろんなお店に行くのが大好きで、うん、はい、で今まではまあその行ったとこだけをちょっとメモっていうかやってたんですけど、今年からはもう全部その何日にどこに行ったっていうのを全てやって、で今年の年末にどこが美味しかったかっていうランキングをやりたいなと思って、面白い、はい、すごい、リピートはじゃあしないですよね、まあ、新規開拓が、ああ、そうですね、よっぽどじゃない限りなるべく違うお店に行きたいなと思って、自分的に 4.5 を超えたとことかってあります？ 4.5 を超えたところ、ここ 4.5 を超えたな、気になる、まだそこまではない、うん、あ、あります、一箇所あるんですけど、うん、そこがあの最近ちょっと閉店しちゃった、なんで閉店しちゃったんだろう、あの南平台っていうお店、南平台ってな、どこに、中華、あ、フレンチイタリアン、なんかフュージョンっていうか、なんか結構いろいろな、南平台のにあったお店なのかな、じゃあ南平台にある南平台って店みたいな感じなんですけど、ね、でもなくなっちゃって、結構代表的な感じなの、代表的な、いや、南平台の、南平台の、まあまあ、ご自身で名乗ってたからね、うん、あ、そうなんですか、でもなんか本当うまい個人店ってね、急にね、はい、なくなっちゃったりするからね、行きたかったな、ね、本当に美味しかったです、そこは3回ぐらい行きました、あまりにも美味しくて、そしてね、ちょっとまあ重複しちゃうんですけども、おすすめしたいものベスト3、ノンジャンルで教えてくださいというところも前回もちょっとお話ししましたけども、まあホラー映画もやっぱり入ってきますね、あ、ホラー映画、全部ホラー映画だ、そうなんだ、テイクトゥーミー、トークトゥーミー、あと、ペアールパール資料の腹渡ライジング、はい、資料の腹渡、あのシリーズですよね、そうです、それの最新2023年バージョン、これトークトゥーミーとパールっていうのは、はい、これあのハリウッド系のホラー、あ、そうですね、で、あのこのトークトゥーミーっていうのは今も映画館で上映してるので、おすすめなんですけど、あの韓国ドラマ好きでホラー好きだったら、はい、韓国系ホラーとかの映画のホラー、あの新幹線とか、あ、見ました、ね、あれ面白いよね、怖いけどね、スピード感があって、ね、知ってる、新幹線、知らない、新しい幹線って書いて新幹線、うんうんうん、知らない、あ、本当に、そういうことか、本当に電車乗るんだけど、そうそうそう、ゾンビになっちゃうやつ、めっちゃ怖いよねあれね、はい、人間模様もなんか、ね、そう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 、結構えぐくて、どういう状況でホラーって見られます、
あ、家で真っ暗にして一人で見てます、うん、それさ、はい、あのやっぱこういうちょっとドンガンバーン的なホラーだと大丈夫だけど、はい、あの、うん、和ホラー、はい、例えばの女優霊みたいな、うん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 、後ろにチラッと見えるだけの、はい、あれの後、はい、トイレとか行ける？全然行けます。1ミリも気にならないですね。気にしろってもういねえもんとして見ちゃってんじゃん。もう忘れてます、うん、その頃には。え、それ一番怖いな。強心臓すぎ、うん、なんかホラーはもう本当幼少期からずっと大好きなので、そうですね。一番好きなのは、一番好きなのは暗い森っていうやつと、ヒルズハブアイズっていう映画があるんですけど、すごい、まあ、どちらも B 級系なんですけど、めちゃくちゃすごいです。もうグロすぎてとんでもない。もう出てきてもいい、はい、お化け出てきてもいい。あ、実際ですか、うん、ああでも出てきたらラッキーかもって思います。画面の中で見てたあの人と出会えたみたいな貴重な体験できたみたいな感じですね。あ、まあ、でも実際実際は何回かあるんですけど、でもけ、はい、いざでもなるとやっぱ怖いなとは思うんですけど、はい、あるんだ。こんなん見た。あのメンバーと一緒に車に乗ってたら、うん、横にウェディングドレス着た女性が去って撮ったりとか、うん、結婚式場の横を撮ったとこじゃないの自分たちが。全然違くて夜の駐車場なんですよ。間違いなくウェディングドレス着て、ウェディングドレス着て、すごい、ね、走ってました。走ってないです。止まってて横を去って撮って、うん、去って撮る。うわ今行ったなみたいな感じで、でって見て、はい、逃げ出した。いないな、もういない、あれいないわ、やっぱいないわ、はい、と。そうです。でも式場から逃げ出した。式場そうかもしれないですね。訳ありの花嫁さんが卒業みたいな、はい、でもなんか最近そのすごいゴーマ氏の方に聞いたら、うん、やっぱ音楽をやってるとそういう感覚が研ぎ澄まされるから、うん、そういう波長があって見えちゃうことは結構そういうアーティストとかだとありますよって言われて、それで腑に落ちました。あ、なるほど、そういうことなんだなっていう感じで。俺もコメディアーティスト名乗ってんだけどな。コメディアーティスト初めてのジャンルなんだ。波長があれだな。へえ、すごっ。曲をじゃあ一回挟みますか、うん、またちょっと後ほどお話を伺います。じゃあ曲紹介お願いいたします。はい、カバーアルバムから一曲お聴きください。ザ・ビスキャットでジュリアにハートブレイク。まあ、ちょっと続きも伺います。はい、2024年、新年になりましたが、何か今年やってみたいこと、始めたいことございますか、うん、これ聞いております、うん、一つバンジージャンプ。おー、はい、やったことない。ないです。あ、なんかあのちょっと遊園地チックなところで、はい、ちっちゃいのあるじゃないですか。 ああいうのもない。ないです。あのガチの端から飛び降りるみたいな。いや、あれは絶対あの命の危険があるからやりたくないんで、のでや遊園地の感じだったら人生なんか変わるかな。人生なんか考え方変わるかな。なんか怖いもん好きなんですね。うん、おでもジェットコースターとかは苦手です。あ、そういう怖いは嫌なんだ。はい、持続力があるものは嫌ですか。いや、なんかそのジェットコースターとかも結構命の危険があるんですか。でもでもそれ言ったらお化けとかも、はい、まあ、呪われちゃったりする。ああ、まあ呪われたらそうですね、命の危険だけど、まあ、映画見てる分には乗られないので全然大丈夫なんですけど、あのさ、ちょっとホラーに戻っちゃうんだけど、はい、あの海外のお化けって実体化あるじゃないですか、はい、前も聞いたかな、実体、あの触れるお化け、言ったら化け物、はい、あのジェイソンとか、うん、あで日本とか和のお化けってスルッてすり抜ける系のお化けじゃないですか、はい、実体のない。はい、確かに言われてる。こっちの攻撃効かないのに、あ、向こう攻撃の時だけ実体あるみたいな、ずるい。確かに。どっちがいいですか。どっちがいいですか。でも触れる方が面白いかも。うんうんうん、そう、俺も和のお化けはね、はい、ずるい。ずるい。確かにずるいですね。じゃ あお前の攻撃もすり抜けろよって。うん、確かに、ね。いつの間にか後ろにいたりしますから、ね。そう、うんうん。じゃあ透明なんだね。なのに、なのに、まあ。に和のお化けでも足がないものばっかりじゃなくて、足もちゃんと、うんうん、歩いてきて近づく描写とかあるじゃないですか、うん、はい、で壁とかすり抜けるのに、うん、
地面と足は摩擦あるんだね。細かい、すごい。ムカつき方。ああ、な、そこまで考えたことはなかったんですけど。だったら地面すり抜けてブラジルまで落ちろよって。落ちすぎ。なんで、で、浮いてんならいいんだけど、歩く描写で摩擦あんだ。冷め方。僕は許さないです。許さないですね。過激派だな。過激派。お化け過激派。すごい。やだな。24年やりたいこともう一つ。ちょっと地味になります。お裁縫。はい。なんかそうですね。素敵。なんかいつもライブとかそういうジャケ写とかの衣装を全部プロデュースしてて自分でデザインしてそれを作っていただいてるんですけど、でもそれが自分でできたらかっこいいなと思って。はい、挑戦してみたいなって思ってます。もう型紙レベルからってことですか。はい、そうですね、とかやり、そう、はい。だから服って、例えば T シャツみたいな単純なものでも、うんうん、T っていう布が2つ貼り合わせてるだけかと思っちゃうけど、そうじゃないですもんね。脇の遊びとか、そう、難しそうですよね、本当に。それこそそうね、今日ドレープいっぱいついてね、お洋服着てますけど、めっちゃ。こうなるとね、デザイナーさんって型紙からのデザインがあって、うんうんうん、コロナの時ね、芸人が結構ミシン始めた人多いんですよ。刺繍裁縫。みんな結構、そう、結構ね、腕上がってて、売り物レベルで作ってるやつとか、何人かいますけどね。なんでだろう。じゃあね、もう一つ。美容の勉強、資格を取りたいと。そうですね。なんか美容系が大好きで、普段いろんなことやってるので、それだったら何か活かせた方がいいなと思って、資格。はい、確かに。ヘアケアとかお肌のケアとかあるじゃないですか、うん、はい、ジャンルで言うと。ああ、なんかもう肌の構造とかを知ったりとか、なんかそういうので、はい、最近見たりするので、詳しくなりたい。じゃあ、あれじゃない、酵素。酵素飲んでます。酵素、ああ飲んでます。あのサプリみたいな。出た、ほら見ろ、言ったじゃん。マジでいいっすよね、体に。いいですね、全体ですよ。腸とかにも。朝ですか。朝、そうです。朝昼夜で4錠4錠4錠みたいな、すごいやつがあるんですけど。4錠4錠4錠。はい、1日12錠酵素じゃんみたいな、なんかあってて、マジでいい、ちっちゃいやつ。はい、結構いいですね。いいんだ。はい、飲みたい。教えてほしい。あ、全然、後で。いい酵素知ってるね。すごい、スーパー酵素。で、なんかめっちゃ気になってたんですよ、酵素とか。美容とかももちろんですけど、なんか何が一番大切ですか。左右。肌の温度を確かに保つのは、左右とかで体を温めるのも大事だと思うし、あとはいかにメイクをきれいに落とせるか。汚れ残しがあったらもうほんと蓄積していくので、いかにクレンジング。でも肌に摩擦とか負担をかけずに、こすっちゃいけないでしょ。どうしたらいいの。優しくたたき、トン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 。あ、オイル。私はミルク系を使って。ミルク系です。落とすというよりは浮かすっていう感覚なんですかね。丁寧に。いや、丁寧に。何でやってんの。オイル。オイルが、オイルもいい。オイルがたまに、あの、こすっちゃう。シートで寝るときは。こすっちゃう。全然こすり。よくない。寝る、そのまま。ダメです。信じられない。落とさず寝たことないですね、全然。絶対なんだ。菅田もんなだって塗り方より落とし方、落とし方大事ですね。で、綺麗に落とした人は翌朝綺麗に乗るしっていうことですかね。はい、よろしいですか。はい、勉強になる。さあ、じゃあここからは1月24日にリリースするニューシングル「あなたへ」についてお話を伺っていきます。どんな作品になりましたか、こちらは。結構今バンドとしてもすごく大事な時期で、あの夏に渋谷公会堂でライブをするぞっていう目標があって、まあそういうのもあって、こう今ファンの皆さんもすごく一緒に頑張ろうとしてくれてるので、そんな皆さんに感謝の気持ちを作品として残したいなと思って、今回私が歌詞を書いて、まあ、ファンの方へのラブレターみたいな感じの楽曲になってます。なんかミラーボールが似合いそうな、ね、ダンスホールのようなね、なんかバックトゥザフューチャーの1の最後の方に出てきてもいいぐらいの。すごい、でもあったかい曲ですね。めちゃくちゃ。ありがとうございます。夏いいっすね。なんか夏、なんかファンの方も解禁シャツとかアルファとか着てくる人多そうですね。
ちょっとロカビリーチックな。そうですね。ね、皆さんすごくおしゃれな方も多くて、リーゼントをしたりとか。そうですよね。はい。先日レギュラー番組でもオンエアされたそうですけれども、ファンの反応いかがでしたか？なんかみんな何度も何度もこう歌詞を繰り返し読んでくれたりとかして、なんか涙出てきたよとか言ってくれたので、気持ちがね、伝わってる気がしてすごく嬉しいです。どの層が多いんですか？ビスキャッツのワンフー。結構私の父親世代の方も多いですし、ね、最近だと自分たちと同世代だったり、あとはそのさらにお子さんを連れてきたり連れてきてくれたりもするので、家族3世代でライブに来てくれたりとか、ね、結構異色な、なんかいろんな世代がの方がいっぱいこう集まってくださるので、いいね、面白いです。すごい、いろんなとこ巡ってますね、今回のツアーは。あ、そうですね、今回大島那覇も、はい、増やしました、行ける場所、あ、郡山も行ったんだ、はい、そうなんです。ファンの呼び方とかあるんですか？キャッサン、キャッサン、キャッサン、キャッサンです。はい、呼びやすい、キャッサン、そうなんです、俺たちキャッサンって言いやすい、言いたいですもんね。そうなんですよ、俺たちキャッサンって言いたい、どのタイミングで写真道場来たから、俺たちキャッサンって言いたいです。ジャケットの写真の仕上がりいかがでしょうか？今回は、はい、あの結構その前の曲とかがポップで、なんか可愛いらしい感じにしてたので、今回ガラリと、ちょっと大人シックな感じ で、 いいですね、で髪型もこうウェーブヘアっていうんですけど、なんかやってもらって、ケンジも決まってんな、おスケも喜びます。あ、いいね、リーゼントでバキバキに、バキバキじゃん、はい、まあ、いつもこれなんで、本当にプライベートもリーゼントで、言ってたよね、はい、そうなんですよ、ポスターみたい、いい赤だな、ね、いい赤だね。ああ、そうなんですよね、ね、時代かかった朱色、元気ケンジ？あ、元気めちゃめちゃ元気です、はい、友達ですいくつだっけケンジ？あ、年齢聞こうか、聞こうかい上かな、ちょい上かな、あ、そうか、そうか、そうか、はい、めっちゃ顔、なんかもう似合いますね、このテイストは、ね、嬉しいです。ちょっとね、今日みたいな、なんか、はい、触覚っていうのかな、おくれ毛、あ、姫カット、あ、がすごいもう似合うなと思ってたけど、ないのも、ないのも似合う、ね、全然この時と髪の色変えちゃったんですけど、確かに全然違う、この時のマイクスタンド、昔のやつっぽいの使ってほしいね。うわあ、ナショナルの昔のロゴがついてるマイクみたいなやつとかね、似合いそうで、四角いのやつね、外骨マイク、あ、なんかね、あるもんね、はい、MV はそれ使って、あ、そうなんだ、はい、これ公開が、はい、24日の20時、はい、公開されます。そうです、うん、これはビスキャッツの YouTube で、はい、うん、でその時に生配信もやります。あら、お、はい、素敵、ケンジも出る？出ます、めっちゃケンジ、もちろん出ます、なんでだろう、ケンタだからなんで、皆さんぜひぜひチェックしてみてください、うん、はい、さあ、ということでいろいろとお話聞いてきましたが、そろそろお別れのお時間です、今後の予定など聞かせてください。はい、ツアーの後半戦があさっての札幌からスタートするんですけど、うん、ツアーファイナルが2月の9日に渋谷のデュオミュージックエクスチェンジにて、うん、開催いたします、うん、でその前日には、あの私たちが毎年ロカビリーの日に主催しているロカビリーフェスティバルというイベントがあるので、うん、2月8日と2月9日で、まあ、2 days っていう感じになるので、うん、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思います、うん、それからあの FM 富士にて土曜日の22時30分からロカッテルナイト3もやっているので、ぜひ皆さん聞いてください。うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あさって、明日からね、札幌行くっつうから、はい、気をつけて、寒いから、うん、ね、はい、ありがとうございます、はい、またスタジオ遊びに来てください、うん、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします。さあ、それではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、5枚目のシングルで初のバラードとなっていますザ・ビスキャッツで、あなたへ。ラジオネーム、おう、まぶし、うん、ゆみちゃん、遠見は無茶ぶりすぎますごめんなさい、もうなんか、遠見さんの体になっちゃって私が、すいませんラーメンの話してるけど、ラーメンの下になっちゃったごめんなさい、そんなことあるの？でもすごい、でも、モノマネね、すごいです、ね、遠見さんできる？私できないです、すげえ
や、リスペクトしすぎてダメだよそんなの。多分いい、リスペクトしてるんですけど。違う、いや多分ね、いろんなもの見すぎて、うん、そのドラマによってね役柄も違いますし、確かにね、できないな、うん、何のイメージ、何が出てるのが好きなの、エンケンさん。でも芯に敷かれてるエンケンさんが一番好きで、うん、なんかちょっと悪者みたいな円形さんも多いじゃないですか、うん、でも円形さん出てきたら、あ、じゃ若干黒幕かみたいな、そ、ね、まあ、そう見せるしね、そうです、ね、あるんですけど、でも それでも尻に敷かれてる円形さん、ちょっとホームコメディ系の、はい、が好きです。確かに、あわあわしてる円形さん、はい、わかる、うん、が好きです。首の円形やばかったわ。首、あ、首ね、映画、うわ、その感じわかるわ、うん、そうなんです、ね、かっこいいんですけどね、どれも、うん、あの 目の感じだよ、うん、円形さんにしか出せないこのなんかニュアンスがあるんですよ。うんうんうん、どうやってんだろう、セリフ覚えとか。え、セリフ覚え、うん、いや、それセリフ覚えは反復じゃない、いいのかな、セリフ覚え悪いのかな。あんま聞いたことないね、うん、原さんの。聞いてみたい、インタビューどうなんですか、と、覚えいいんですか、うん、ラジオネームオゼ、うん、オープニングから話がものすごいスパンで切り替わっており、ラジコ勢のメールが届く頃には次の話題に行ってそんな勢いです。確かに今日ね、私が多分ポンポン喋っちゃうから。だってなんか、なんだか酵素か、うん、酵素から入って、酵素から入って、だって今靴下の話しようとしてますもん。で、円形さんの話してたよね。靴下何、ね、靴下今日なんかさすがに私なんか靴下ってすぐ毛玉つきます。いや、まあ素材によるんじゃないですか、うん、なんか私結構男の匂い撃破みたいな感じの靴下を20枚セットで買ったんですよ。男の匂い撃破、はい、なんか真っ黒のだから何でもいいやと思って、うん、でそしたらでも消臭効果がめっちゃある方がなんかいろいろ一石二鳥かなと思って。書いてあるの、男の匂い撃破って書いてあるの、はい、書いてる。サラリーマンが履くようなやつってことだ。あ、そうです、それを買ったんですけど、うん、毛玉が結構なんかついちゃうので、うん、ちょっと買い替えようと思って通販で20枚セットの、うん、あの暖色系の、うん、あの靴下を買ったら、うん、激長で、それ今日履いてるやつ、今日履いてるやつ、うん、それ見せたくて今日履いてきたの。見てなかった。うーん、本当長いね。それマックス長伸ばしちゃうとどうなる。あ、長いね。あ、長い、うん、ハイソックス、うん、みたいになってて、ちょっとさすがに ね、うん、これは分厚いから、うんうん、ね、失敗した、うん、失敗しました。なんかルーズソックスみたいに履いたらいいのかなとかも思って、くしゃっとさせて履いてる、うんうん、俺らもさすがにちょっとだけ長めのソックスで広げらんねえよ。でもなんかメイクさんとかが私のなんか一回言いましたっけ、あの演技レッスンの時に、うん、あの急いで私が靴下履いて、うん、その毛玉ソックスっていうのに気づいてなくて、うん、演技レッスンの時毛玉ソックスでやっちゃったら、うん、あの靴脱がなきゃいけなくて、うん、でなんか靴下と足と足を、うん、あのつま先合わせるみたいな演技があったんですよ、うん、でその時に私がすっごい毛玉ソックスを履いちゃってたから、うん、初対面の人なのに、うん、すっごい、うわ、もう印象悪かっただろうなみたいな、テレビで見てても、あ、こいつ毛玉ついてた、なんか靴下が履いてたなとか思われるぐらい。集中してねえじゃん、どっちも。え、それ結構やばかったんで、うん、メイクさんとかも最近それ見かねて、うん、私にあの靴下をプレゼントしてくださるような、うん、なりまして、 あんまりにもひでえから、うん、以上。でもメイクさんとかスタイリストさんってさ、うんうん、なんでか知んないけどみんなの面白ソックス履くよね。あ、あれなんでなんですかね、あれなんなんだろうね、うん、ユーモア、ユーモアソックスね、あのたこ焼きみたいなね、うんうん、はいはい、いるメンバーで、います。あ、でも私は履きますけど、すげー履くよねみんな、うん、女子好きだよね、うん、でもグッズとかでそれこちょっと面白い靴下とかがあって、それを履いて、なんか穴も気にせず履いちゃう。でも面白いって言ってもさ、面白い靴下ってさ、それ見て爆笑してる人会ったことないじゃん。会ったことない。あ、かわいいよ、うん、あ、でも見せびらかしはしますよ。今日の
靴下はみたいな感じで。ああ。でもピュアなんだろうなって思わせるにはいい靴下だよね、あれ。最悪。なんで？見方。だって、ね。ピュアなんだろうなって。なんかさ、うん、異性の目をあんま意識してないっていう。ああ、まあまあまあ、確かに。うんうん、私は気をあんまり張りませんよっていう感じ。うん、そんな感じ、そんな感じ。はいはいはい。わ、うん、かります。そういう効果あるね、面白い靴下。靴下作っちゃう？ああ。めっちゃありです、めっちゃいい。あえて感じで横にね、うんうんうん、あるよね最近よく、うんうん、ぬくぬく靴下とか、それだと普通の、まあ、なんか商品でなんか儲けとしてなんか分かんないけど何どうしたの、くるぶしまであったかいと結構なんか腸内環境とかもなんかこれもうほんとマジで、いやそうだろうけど温活末端冷え性のやつあんま聞いてねえと思うんだよね女子じゃないからね、基本末端冷え性なんですよ私が、私はね、うん、私は私だったかい商品買えばいいのよ、これなんてもう実家住まいの男ばっかなんだから、そうですよね、いや私だからこそプロデュースできるってか、ほら商売にしようとしてるじゃん、いやいやいや、ぬくぬくソックスのネーミング、でも3人で親しみやすさあるさ、いやでもほんと3人で、うん、なんか美容グッズとか今ねプロデュースとかできたら、なんで俺らあ、平子さん、インフルエンサーがんだけ作ってるのに、なんで平子さんは、うん、例えばメガネとか、美容グッズじゃないじゃん、美容グッズじゃなくても平子さんがつけてるメガネ、俺、うん、メガネ作るんだったら、うん、あの世のお母さん方って、はいはい、黒縁のメガネだったりをよくかけるんだよね、うん、それってあの朝忙しい時とか、うん、お子さんとかをあの送り迎え自転車とかで、はい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 、ノーメイクでいけるから、そうですね、なんか目の感じ腫れぼったさとかを見せないような、うん、計算された黒縁の太さとか、はいはいはい、レンズの角度とかを、うん、なんかで売ったら、うん、良さげじゃない？プラスしていいですか？はい、プラス、うん、レンズにチークの効果もあるような、うん、ちょっと下目に、うん、あの血色感のあるレンズをグラデーションにしたらどうですか？黒縁で、はい、下赤いの、うん、ああまあまあ意外とな気持ちいやいやちょっと読めないけど、ノーメイクでもちょっとなんか血色感あるというか、あとはかけっぱなしでも鼻に跡がつかない、めっちゃいいです、で軽くて安くて、うんうんうん、うん、めっちゃいい。ゆみきさん美容の方がいいんじゃないの、どっちかっつったら、うーん、あでも、もう言ってはいましたけど私割と美容好きで、そんなさストレートに言ういやいやいや、結構し、しし美容はちょっと結構いいんですよねみたいなこと言ってて、うん、ごめんなさい、そんなはっきり印象付けですかダメよ嘘、結構好きで美容インフルエンサー美容好きでって言うやつ聞いたことないインフルエンサーでね下手すぎるいやいやいや、こっから女の子の、うん、なんかねとか私についてきてほしいなとかも思ってるんですよ、ストレート系でやればもう、うん、ストレート系インフルエンサーいないじゃん確かに、実は私美容が大好きなんです、うん、から始まる動画とかね、私実は美容大好きで、うん、でこの動画を見て女の子のなんかあのね、あの私にとってすごくあの何よりよりの情報を教えてくれるような人が増えたらいいなって思ってるんですよ、みんなと交換会美容交換会をいくらすんだ一人したいんだって参加費、いや思ってるんだマジで、参加費いくらだよ、初回無料初回無料でだから交換、あくまで交換会、そうです、あくまで情報の交換会、そうですそうです、で私も提案はするけど、うん、みんなから吸収したいっていうのがその本心、そうです、しかも、うん、あの後々、うん、このみんなで、うん、美味しい青汁とか作りたいなっていう、ちなみにその交換会で由美希さんが提案する、うん、その美容グッズは、はい、その会場で買えるんですか、あもちろん、あの、買う方も、試すこともできる。ああ。どうしたのよ、昨日。雲海そんな高かった違う。じゃん。いやいや、違いますよ。興味があるっていう。で、そんなこと言っちゃいけないですよね。そうですね、なんか、そうです。だな、女んで。素敵だなって思うんですよ。女んで花開いちゃってさ、ルブタンのヒールとか履き始めるんだよ。ない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 。だって、なんて絵本をね、作りたいって言ってる女ですよ。絵本プロデュースと美容のプロデュースを並行して、はいはい、だからその絵本はお子さんが見てももちろん
楽しめるし、はい、大人の人が見るとちょっとグッとくる、はい、あるよ、あるんだよそれ、え、絵本絵本結構あるんだってそういうの。私それこそ酵素の話してましたけど、私錠剤ちょっと苦手で、うん、その錠剤苦手な人でもってことは飲める液体の美味しいフルーツみたいな、もうちょっとこれジュース美味しいジュースじゃない、うんうんうん、朝飲むに最適みたいな酵素とかも、考えてはいるし、そうですそう、もっとも私が飲みたくて作ったものだよね。そうなんですよ、うん、私が別に勧めるとかではなくみたいな、いや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 、自分の弱点のところからまずさらけ出してさ、まあそこは運営のね、私たちの事務所と相談ですけどいずれはね、はいはい、未来の自分と会話しようっていうコンセプトで、そうですね、うん、いずれはね、のぎのメンバーとかにも使ってもずるいよ、いずれはお前ずるいよ、ちょっと写真撮るだけ1枚だけ撮らせてごめん、めっちゃ嫌われるぜお前ですね、そのうちめっちゃ嫌われる、本当にそうで、ごめんなさい、在籍中にね、あのできたらあの事務所の人と交渉ですけど、うん、でも自分の使ってみたいっていう美容グッズを、うんうん、自分で作っちゃっただけだよね。そうなんですよ。絶対怒られんなこれ。絶対怒られんな。まあまあ、あの後々ね、河野さん相談しますよっていうね。こういう、いいね、こういう細かさのラメがあったら、うんうん、チークももっと映えるのになとか、ね、目元もこんな色のラメってなかったな。自分が使いたいから作っただけっていう。確かに、うん、雪坂のメンバーって結構ラメあんま使わない子いるんですよ。それでもお顔が華やかに見える、うんうん、そんなメイクの、うん、嘘嘘嘘、だからラメラメしてないけど、あの女の子が欲しがるキラキラという角度を手に入れることができる、うん、そう、今でも抜き坂って、うん、あの昴生さんでやらせていただいてて、うんうんうん、それは本当に昴生さんマジでいい商品がいっぱいあるので、昴生さんと共になんか一緒に面白いことできたらいいなって思ったのがきっかけだった、はい、でも本当に実際に私も昴生さんの製品使わせていただいてて愛用してるので、そこは自信を持っておすすめできるんですよ、ね、めっちゃインフルエンサーでいいものはいいって認める、うんうん、めっちゃいいです、いいね、酵素かな、化粧グッズ、そうですね、絶対怒られるな、これ絵本もね、いずれは、あとは、まあ、絵本でも、触れる絵本、あ、そう、だから別にそうじゃねえよ、あの指触りもいい絵本みたいな、プニプニする絵本とかね、いいんじゃない、感覚的な絵本、はい、シャカシャカ言う絵本とかあるの、言ってやるよ、ね、ラジオネーム、うん、絢爛豪華略してあやか、インスタのストーリーの間に出てくるうさんくさい広告じゃねえでもね、わかりませんけど、そういう広告で気になってくださる方もいると思いますし、広告どんどんやっていく、そういう、ね、うん、SNS 系の広告、そうですね、私まだ SNS やってないので、うん、そっからまず始めなきゃもだからもしあの皆さんが待望であれば、うん、SNS も始めたいなーなんていうふうには思ってます、うん、その自分の好きを発信したいっていうだけ、うんうん、そうなんですよね、うん、そのインスタグラムとかも、うん、私まだ開設してないんですけど、うん、好きを発信できるんであれば、うん、好きの発信基地にしたいんだよね、うん、好きと面白いって楽しい、ワクワクできる、その共有、うん、あの情報共有、ワクワクの共有、ワクワクの共有みんなでハッピーになれればなっていうのは思いますけど、ハッピー&スマイルで、うん、だしな、いっぱい写真はね撮ってるんですけど、うん、インスタ始めたいな、うん、どうだろう、みんなからインプットしたいし、うん、みんなにアウトプットしたいし、そうですね、その交換会を、うん、SNS を送信通じてできる広場が欲しい、うん、あ、そうですね、ほんとそれが一番近いかもしれない、じゃあもうローマ字で広場だね、広場をどんどん広げられていけたら一番いい形かなって思いますね、うん、でその、あなたのこの友人友達を通して、うん、なんかたくさん広場にたくさんの人集まってほしいし、うんうんうん、で本当にいいものを紹介したい、本当そうですね、うん、でそれが広まっていってほしい、うん、だからこれどこまでが本気だって絶対思ってる人いますよねだからあなたが友達を連れてくれば連れてくるほど、でその友達がまた知り合いを連れてきて、うん、
どんどん幸せの輪が分配システム、うん、広がればいいなって思いますけど。じゃあいいよ、いいよ。そうですか。そう、代々木の駅前のカフェとかでもそんなことばっかり言ってるやつ邪魔だ。いやでもな、なんかどこまでが本気かって言われたら全部あれですよ、空想の世界ですけど。空想、うん、美容はね、あ、好きですよっていう、ね、うん、のはありますよ。だから、まあ、好きですよ。好きなんで、女の子とか、うん、まあ、男性のことでも全然いつでも交換会しましょうっていう、うん、交換会ね、うん、いつでも綺麗の交換会、はい。だからいつでもね、ブログのコメントとかにも書いてくれてもいいですし、うんうん、私が全然私でよければ交換しますよっていう、うんうんうん、何の話だっけな、これ。こういうしよう、いや、はい、いいんじゃない、そんなもん、うん、うん、コミュニティ、コミュニティ、うん、小さいコミュニティからね、はい、綺麗のコミュニティ、はい、始めていけたらなって、広場代表の夢木直樹曲です、はい、続いてはパンポープチキンさんでスノースマイル。明日の関東甲信地方のお天気です。明日の関東甲信地方は西から前線が近づいてくるため、天気が下り坂に向かうでしょう。早いところでは昼過ぎから雨や雪の降るところがあり、夜には広い範囲で雨や雪が降りそうです。山沿いでは雪が降って大雪の恐れもありますので、今後の情報にご注意ください。明日午前の降水確率は東京 40%、 山梨 40%、 明日午後の降水確率は東京 40%、 山梨 70%、 明日朝の予想最低気温は東京6度、甲府3度、川口湖-2度となっています。明日の予想最高気温は東京9度、甲府7度、川口湖2度となっています。うん、寒い。寒いですね。うん、雪気をつけてください。うん、50年に池尻大橋。弓木さんの同期ヤクボさんはよくインスタグラムでコスメの紹介されていますって。今もですか？え、いいの？やってるみたいですね。あ、そうなんだ。うん、え？ほら。いいの？そうね、いろいろあるからね、構成もね、幅広いし。やりたいの。ね。ブログとかでやってみようか。季節に応じた構成のいろんなコスメの提案をしていきたいよね。うん、だって結構もう本当に愛用してるので、うん、ブログにしようかな。うん、その方がいい。見て需要ありますかね、私の。うん、でもそれで特別さ、うん、SNS をね、うんうん、作らせてもらって、うんうん、そういうの公式にアップするっていう、うん、なんかインスタのさね、チャンネルとか欲しいよね。一回、あ、でも私載せようと思ってんのが、うん、韓国メイクしてもらったじゃないですか、うん、あの写真をブログに載せようと思ってて、うん、もし、見たい、あの写真が評判良かったら、うん、ちょっとコスメとか載せて、見たい。本当ですか、うん、じゃん。今日平子さんもメイク褒めてくれてねえよ。え、俺が褒めたのね、びっくりしてねえ、びっくりしてねえよそう、平子さんも褒めてくれて、でも俺だって今日違うのすぐ気づいたもんね。すごいんですよ、平子さんって結構人の容姿の物語、うん、これすぐ気づくですよ、ね、ちょっと変えたとき、今日はでもガラッと変わってるから。そんな気づきます？すごくね、似合ってる、透明感がある。今日のメイク結構ベースから変えました。うん、でしょ、うん、だってトーンがちょっと違う。そういうの乗せとけばいいじゃん。そうですか、うん、嬉しい。じゃあそうしようかな。生えてるわ、なんか嬉しい。同じように頭の中の野菜畑。ユミキさんがインスタやるとしたらアイコンどうしますか、うん、だって。ああ、めっちゃ漏れたやつにしようかなそっちなんだっけ、そっちか。めっちゃ漏れた自分にしてみようかな、一回。で、梅さんとかめっちゃかっこいいじゃないですか、ちょっとなんか遠めの女性っていう感じなんですけど、うん、海外で友達3人ぐらいでジャンプしてるやつとかいや、それ初期すぎます。後ろ向いて初期すぎますね。弓木の漏れてるやつ、弓木のファンだと思うけどな。ですよねどうしようか、何がいいんだろう。でも今酒井さんってイラストですもんね。イラストどうしようかな、イラストの方がいいのかな、まず最初は。おいっ子とかね、おいっ子とかめいっ子が描いてあるみたいな、なんか、うん、でも自分で描いたイラストってそれはさすがに自分すぎないか、あんま見たことないね、自分で描いた自分のイラスト。描いてもらって、酒井さん描いてもらいました？描いてもらった。
じゃあ人に書いてもらうか、うん、池田テレサとかどうだろう。いいんじゃないですか。書いてもらえる。楽しみにしておきます。